さて、やっていこうか。よろしくー。今回は試しに3倍速を使用してみてるので、ちょっと時間は短めかな。少し、よろしいですか？バネットさんのことですが、夜中、うなされているようですの。ご存知？クレハタンペロペロクレハタンペロペロって言ってるのしか知らなかったや。最近ちょっと眠れないなと思ってはいたのです。そんなに自覚はなかったのですけど。かなりひどいうなされ方で、私心配になって。てめえの身もまともに守れねえくせに他人の心配かよ。そうですね。私ったらおせっかいが過ぎるかしら。さっきの以外で他に何か言ってた？上言でプルキーなんとかと。プルキニエ。我の現在の拠点である。おや、あそこは確か住むものもなく廃墟と化したはずでは。人間族やタウルス族らは去った。現在ではクピト族が細々と暮らしておる。彼らは体が小さく翼を持つ。廃墟に住んでも支障はないのである。ルキニ、パンツのおっちゃん知ってるの？昔な、セプーの小娘に関わりがあるのは確かだ。じゃあ行こうぜ。ダネットが心配だしよ。またか、嵐を呼ぶなよ。おまねえよ。行ってみるか。ほんの少しの寄り道になる程度だろう。気になるのであればその目で確かめるがいい。ちょっと待て、我も行くのか。え、当たり前じゃん。案内しろよ。ください。わかった。おいおい、三匹目んとこ行くんじゃねえのかよ。つくづく寄り道が好きな奴らだな。プルプルマンゴー。食いしん坊は帰って、どうぞ。っていうか、プルプルマンゴーってなんだよ。プルプルマンゴーって、ごめん、自分で言ってて全くもって意味不明だった。ボケるならそれなりにクオリティ求めるよ。さて、新キャラの予感だね。クピト族は可愛いんだぞー。と思ったけど、その前に戦闘でしたー。ここって、あれじゃないですか。人によっては初見殺しにはいかねないマップじゃないですかー。何がどう初見殺しなのかは、動画を見てもらえばなんとなくわかると思うんだけど、ここのマップのメインモンスターである、ベトベトンがなかなかに厄介なんだよね。若干ステータス比較をしてたので察知できるとは思うんだけど、このベトベトン、とにかく守備が高いんだよね。若干っていうか、トップレベルを誇るクレハタンのグループに配属されているリタリーよりも守備高いからね。クレハタンたちより、レベルが半分も低いのに、守備あんだけあるからね。しかも容赦なく増援が出てくる、と。射程の関係で悩むことはあんまりないと思うんだけどね。やっぱ増援の移動力と、ベトベターの防御力だね。リセットの原因だね。え？ベトベトンでしょ？ベトベターでも良くない？鬱陶しさは、ベトベトンのダウエだぜ。それ、単純に進化だから。ってのが一番の理由ぽい。あとはあれだね、橋の上が狭すぎて進軍に遅れも生じるね。おまけに増援に囲まれまくり。ベトベトンは守備が高い代わりに魔法に滅法弱いので、魔術師の部隊を優先的にベトベトンの群れ移動させて、他のユニットは増援の退治をしていく感じかな。物理に強くて、魔法に弱いとか、どっかのアーマーないとじゃないですか、やだー。なんか、どのゲームか全く覚えてないんだけど、月攻撃には強いけど、
地理攻撃には弱い、とか、同じ剣でも攻撃方法によって効く攻撃とかあるゲームあったよね。キル、払う、消される、キル。それなんてマルチウェイ？よし、歌います。陶器の向こうに、確かにあった。遥かな故郷、君と行けるの。なぜ歌ったし？いや、なんとなく。この歌の歌詞、っていうか、この人の作る歌詞は綺麗だよね。音も綺麗だよね。音の響きを大切にする人だからね。でもね、ちょっと聞いてくださいよ。ねねね、どうしたの？うつ主の自宅にはね、未だにブルーレイの再生機がないんだよね。10月に発売になったライブ映像が、ブルーレイしか取り扱ってなくて、軽く困惑したそうだよ。ブルーレイ再生機持ってないの？っていうか、サンコラのブルーレイはどうしたの？見てないの？それは友達の家で見たから一応見れてるらしい。いい加減買うか悩んでるみたいだよ。買っちゃえばええやん。再生機なんて、1万円もあれば買えるでしょ？それがね、再生機だけのを買うか、録画とかもろもろできるやつを買うかでいろいろ悩んで、結局やめちゃうらしい。FE 関連のものは見境なく買うくせに、そういうところだけ真面目なんだね。たかが1万でも、大きい買い物だからね、買って失敗したら嫌だし。と、相変わらず関係ない話で盛り上がってしまったね。適当なキャラ紹介でもしようかね。今回は、誰だっけ？誰だっけ？みんなのアイドル、広報とかな？広報とも、ずっとあのキャラでいればいいのに、改心しちゃったしね。本編で必要らしいキャラだからね。本編で加入させることによって、2周目が生きてくるキャラが多いし。そうなんだよね。それがあるから2周目が楽しいんだよなー。広報とは、一応副団長的な存在だったんだけど、あんなキャラでも団長からはかなりの信頼を得ていたんだよね。そうだね。国王の近辺を調査するときや、隔離流兵した、宮廷魔術師のいる塔に侵入して、奇遇賞を取りに行くときも、メンバーに入れてくれてたし。小物周半端ないけど、実はできる子なんです。いいやつなんです。それが、広報とかアイドルと言われるゆえん。いや、実はゆっくりもよくわかってないんだ。ただ、あざといとは言われるね。このあざとさは、ドリーシュのそれとも違う類のものだね。ドリーシュといえば、今回からスタメン加入なんだったっけ？そうだね。がっかりと、主人公のグループに加入させているよ。そんな感じで、今回はクピト族が出てきませんでした。さあせん。ん？ピット族？ピット族？フィーリングだフィーリング。ではまた次回、バイビー。